おい待て、あの声は。川松生きちょったか。あ、アシラ、アシ、えって、マルコ、湯柄が送ってくれたのか。ええ、二人も連れてくるとヘトヘトだよ。いぞそういうことをすると思っていましたよ。ダマー、キク、立派な侍になったな。いそー、なんと心強い。よくぞ帰ってきてくれた。先に話をしてなかったからにゃ。マルコが伊蔵の居場所が分かる雪に連れに行っちゃったがぜよ。話は後回しだ。ん？さっき海で妙な影を見たんだな。ちょっと見マルコ、ありがとう。甲斐があったぞ。必ずカイドウを撃つぞ。